ドラゴンボールドラゴンボールの登場人物、人造人間、セルセルは、鳥山明の漫画、ドラゴンボールおよびアニメ、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ドラゴンボール改めに登場する架空のキャラクター。ドクターゲロが開発したコンピュータが作り出した、バイオテクノロジーによる、人造人間。ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集めて、合成させた。 人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるため、直接の製造を断念。その後は、コンピュータが作業をそのまま休むことなく継続した、ことにより完成した。蜂のように、小さい虫型のスパイロボットが、コンピュータにデータを送るついでに、戦闘の達人たちの細胞を集めており、孫悟空、ベジータ、ピッコロ、フリーザ、コルド大王と、 数種の生物の細胞を組み合わせて作り出された。アニメでは、天津藩、クリリンの細胞も採取していた。種族としての分類は、地球人。悟空、ベジータ、ピッコロの細胞は、サイヤ人の地球襲来時に、ドクター・ゲロの虫型スパイロボットが採取。フリーザとコルド大王の細胞は、二人が地球に襲来した時に同様に採取。彼らの細胞が組み込まれているため、 その能力、技を使うことができる。フリーザーをヤコを除き、悟空たちがナメック星に行く前までのデータしかないため、それ以降に悟空たちが習得した技は使えないが、完全体になった後で悟空の瞬間移動は得,得した。虫をモチーフにしてデザインされ、卵から生まれて脱皮、成長する部分も虫がモデルになっている。名前の由来は細胞を意味する英語、セル。 作者の鳥山は、どんどん人間を吸収して変化していくという意味合いで、つけたと語る。自信かかつ気分や、高戦的で強い相手との戦闘を、娯楽のように好む。天下一部同会をモチーフとしたセルゲームを開催した際に、セルは一番の楽しみとして、悟空との戦いを最後にとっておきたかったと語り、長らく楽しみにしていた。戦闘においては、 相手の戦闘スタイルを冷静に分析し、すぐに自身の戦闘スタイルに反映させることができる驚異的な格闘センスを備えている。完全体になることを目標としており、完全体となってセルゲームの開催を決めた際には、その目的をトランクスから聞かれ、自分の強さの確認と力をさらに引き出すための練習の場として主催し、世界を恐怖に陥れ、 恐怖に怯えて引きつった人間たちの顔を見て楽しむことであると語っている。弱者を躊躇なく殺害する冷酷さを持っているが、制服に関しては俗なものと認識しているため、興味はない。普段は冷酷ながらも新自然としており、特に自分が優位で相手が絶望的な状況の場合は不気味な微笑みを絶やさずに常に冷静でいる。その一方で、 自分の実力が相手に通用しない、あるいは自身が追い詰められる状況に見舞われると、途端に冷静さを失い、我を忘れて月光し、星ごと消滅させることも辞さない、粗暴な気質も持ち合わせている。調査イヤ人2に覚醒した、孫悟ハンに追い詰められた際は、月光の、あまりかつてトランクスが行い、自分がその弱点を指摘し一周した変身を、自らが言った。 基本的にはシリアスな性格だが、ベジータのファイナルフラッシュで、右半身が吹き飛んだ際に、苦しみ悔しがる演技をした後、なんちゃってと再生を見せつけたり、ミスター・サタンの瓦割り自慢に呆れの冷や汗を垂らし、本物のバカだと、心の中で呆れながら呟くといった、ユーモラスな表情も見せた。テレビ局や天下一部同会についての知識も持っている。創造主である、 ドクター・ゲロを呼び捨てにしているが、アニメ版では、現代、未来の、両世界で、トランクスと対峙した際に、ドクター・ゲロ様と、継承で呼んだこともあった。セルの基本設計は、人造人間19号の成功に気をよくした、ドクター・ゲロが、究極の人造人間として考えたもので、オリジナルの性格の脆い部分をコンピュータが、再設計し、様々なキャラクターの性格をプラスして完璧な、 兵器として完成したという裏設定がある。また、恐怖で世界を支配しようとしていたピッコロ大魔王と似た行動をセルがとったのも、ピッコロの細胞の影響かもしれないという記述もある。昆虫の外骨格のような人型、全身には無数の黒い反転がある。背中から生えた尻尾の先端の針を生物の体に突き刺すことで生体エキスを吸収し、さらに尻尾の先を ロード上に大きく広げて、人造人間17号と18号を丸のみ吸収することで完全体になる。非生物には通じず、完全なロボットである人造人間16号は吸収できなかった。また、尻尾は巻きつける攻撃手段としても用いられ、アニメ Z ではタイムスリップを行った未来世界でトランクスを考察する際にも用いられたことが描かれている。自身を 卵の状態まで退化させることも可能だが、それを行った場合、再び熟成するのに、地中で3年かかり、孵化してから地上で成長、脱皮するまで1年、計4年かかる。現代における当初の実力では、17号、18号や神と融合したピッコロにはかなわず、パワーアップするために数えきれないほどの人間のエキスを吸収して、16号と互角の実力を得た。 17号を吸収すると16号も、はるかに上回る力を発揮したが、精神と時の部屋で修行したベジータにはかなわなかった。その後、18号を吸収して、完全体に進化したことで、ベジータを圧倒的な実力でねじ伏せた。完全体になり、外部から他者を吸収する必要がなくなった後は、尻尾も短くなったが、吸収口だった部分から、セルジュニアを生み出した。 体力までは完全回復しないもののピッコロの細胞を含むため、再生能力を有している。頭部の核が残っていれば何度でも再生が可能だが、悟空のカメハメハで腰から上までが吹き飛んでも再生していた。当初はピッコロの腕の再生を見るまで認識しておらず、使っていなかった。サイヤ人である悟空とベジータの細胞も含むため、瀕死状態から復活すると大幅に。 パワーアップする。アニメでは、フリーザ親子の細胞により、宇宙空間でも行動している。悟空が心臓病で死んだ後の未来世界で生まれており、その未来世界は、現在に現れたトランクスの未来とも異なる次元の未来となっている。初登場ジセルはピッコロに、24年後に完成したと語っており、ドラゴンボール大全集では、エージ762に、 セルの研究開発が始まり、エイジ786に誕生したとされる。ゲロが残したコンピュータの分析によれば、17号と18号を吸収して完全体になれば、この世に並ぶもののない究極の存在になれると知り、完全体になるために行動を開始したが、すでに二人は何らかの方法を使ったトランクスに倒された後だった。大前週ではトランクスの実力ではなく、 緊急停止コントローラーによって破壊されたと書かれている。本編でもセルが緊急停止コントローラーの存在を気にかけるセリフがある。そこでセルはトランクスを殺害し、タイムマシンを強奪。タイムマシンの時代設定であるエイジ763に向かった。セルの体格にはタイムマシンが小さすぎて乗れなかったため、卵の状態に自分を退化させることで乗り込むことが、 できたが、そのために、元の生態に戻るのに4年の年月を費やした。なお、原作では、タイムマシン強脱からエージ763、到着時の出来事は、セルの説明のみで語られたが、アニメ版では、詳細が描かれた。生体になった後、タイムマシン近くのジンジャータウンに赴き、住人たちを吸収し、戦闘力を上げていく。神様が、 宮殿からその光景を目の当たりにしたことで、セルの存在が露見し、事態を察して駆けつけたピッコロと交戦。ピッコロの左腕から生体エキスを吸収したことで優位に立つが、弱ったふりをしたピッコロの演技に引っかかり、気を良くしたことで、自分のことや完全体について語り聞かせる。トランクスと共に駆けつけた、クリリンの口から悟空の生存もした後、 太陽剣を使い逃亡に成功する。以降はピッコロたちとの戦いを避けながら人間の生態エキスを吸収していった。アニメ版ではある街を襲い、飛行場で指定を襲おうとした際に通りかかったクリリンと交戦。姉妹が動かした飛行機が飛び立つタイミングで太陽剣を使われ、今日疲れてクリリンと姉妹に逃げられそうになったがすぐさま追いついてクリリンを追い詰めていく。しかし、 ピッコロと天津藩が駆けつけたことで撤退を余儀なくされた。17号と18号を上回る強さを得たセルは、ピッコロと17号の戦いの場に現れ、ピッコロに勝利。最初に17号を吸収しようとするが、そこに16号が割って入り、戦うことになる。16号との戦いは拮抗していたが、油断していた17号を背後から吸収して、 第二形態へと進化を遂げる。また、その使用された細胞から完全体になってしまえば、全宇宙にとって、フリーザをしのぐ脅威になってしまう事実から、ピッコロたちは、悟空たちの修行と、同時進行で17号と18号を撃破するか、または、力が弱いうちにセルを倒すという二択を取っていたが、セルが、ピッコロの手にも負えなくなったことで、セルの完全体化への阻止を最優先し、 なし崩し的に17号と18号を守る方法も視野に入れることになった。17号を吸収し、互角に戦っていた16号の攻撃が全く通用しないほどの強さを身につける。非公派の一撃で16号を吹き飛ばし、さらに自殺を試みる18号を吸収した17号の声を利用し、17号のふりをして説得するが、彼女たちが恨んでいたドクターゲローを サマツケで呼んだことが原因で見破られ失敗する。18号を無理やりに吸収しようとするが、天津藩の新規広報により接近を阻まれたことで、18号と16号に逃亡される。新規広報の連発で力を失った天津藩と駆けつけた悟空を殺そうとするが瞬間移動で逃げられ、失敗に終わる。逃亡した十八号を探して吸収すべく、一帯の小さな島を、 次々と破壊していたところにベジータとトランクスが現れ、ベジータと戦う。精神と時の部屋で修行を積んだベジータに一方的に叩き伏せられる。アニメ版では、騎士改正の一手として、ベジータを吸収しようとしたが失敗に終わっている。しかし、強者と戦いたいというベジータのサイヤ人気質を利用し、18号を吸収して、完全体となることに成功。怒った。 クリリンの蹴りにびくともせず、逆にその首を蹴り折る。アニメでは、フリーザの尻尾を切った、キエンザンでさえも通用せず、クリリンを落胆させた。完全体となった後はベジータを一切寄せ付けない、強さで倒す。続いて、父のベジータを超えたと豪語し、八切れんばかりに筋肉を膨張させたトランクスと戦うが、その攻撃をことごとくかわす。 筋肉が膨れ上がりすぎたために、スピードが落ちて攻撃が当たらないことと、ベジータもそこまでの変身はできたはずだが、こうなることが分かっていたからやらなかったことを告げる。満身を感化され繊維喪失したトランクスに、ベジータや彼が短期間で大幅な強化を果たした、理由や時間があれば、さらなる強化も可能なのかを質問し、さらに悟空の所在を問う。そしてトランクスの返答に満足し、 天下一部同会をモチーフにしたセルゲームを10日後に開催することを決め、自身の目的が人々の恐怖した顔を見ることだと告げ、その場から飛び去る。テレビ局に現れ、虐殺を行いながら自身の姿をテレビ中継させ、セルゲームの開催を宣言。アニメでは受付場に紳士的に接したり、床をぶち抜いて各テレビ番組に乱入しまくっていた。 出場者を募ると、自身の作った部部隊で10日間が過ぎるのを待つ。その最中に国王が軍隊を出動させ、無数の砲撃を打ち込まれるが全く効かず、逆に軍隊を殲滅させる。また、悟空が瞬間移動で部部隊に現れ、セルと少しだけ会話をしている。セルゲームの当日、ミスター・サタンを全く相手にせずあっさりと一周し、 まずは、悟空との戦いに挑むことになる。悟空との一騎打ちは、序盤から凄まじい激闘となったが、途中で悟空は参ったと言い放ち、降参することを宣言して、息子のサトルハンを指名し、サトルハンとセルを戦わせる。アニメ版では原作にはない戦闘シーンが大幅に追加されており、セルが地球の戦士たちの技を使っている。本気を出そうとせず、 自分との戦いを拒むサトルハンに対し、その力を引き出すためにセルジュニアを生み出し、感染していた戦士たちをいたぶり始める。その非道な振る舞いは、サトルハンを少しずつ怒らせていく。16号は、不意をついて、セルに密着し、そのまま自爆しようとして、セルを動揺させたが、カプセルコーポレーションで修理を受けた際に爆弾を抜き取られていたため失敗に終わる。 無防備になった16号の体を破壊し、首だけになった16号の頭を踏みつぶして破壊した、ことで、サトルハンを超サイヤ人2に覚醒させる。セルジュニアを一周され、サトルハンに挑みかかるが攻撃はことごとく通用せず、わずか2発の攻撃で逆に、大ダメージを負う。サトルハンの魔の強さを目の当たりにして驚愕するとともに、自分とサトルハンとの間に、 大きな実力差があることを悟る。逆転を狙って避ければ地球が吹き飛ぶ位置から放ったカメハメハも逆にさらに強烈なカメハメハで完全に押し返されてさらにダメージを負う。その一撃で逆上しなかは錯乱状態となり自分がトランクスに指摘したことも忘れて筋肉を膨張させ力任せにサトルファンを攻撃し始める。そして サトルハンの蹴りを頭に暗い体に変調をきたし、18号を吐き出す。それに伴い、体も第二形態に戻る。窮地に陥り自らの体を風船のように大きく膨らませて、地球諸とも自爆しようとするが、自爆寸前に悟空の起点で、境王帽子に瞬間移動させられ、悟空や境王と共に果てる。しかし、奇跡的に核が残っていたために復活。 このことはセル自身も嬉しい誤算と語っている。さらにサイヤ人の特性により戦闘力が大幅に増幅し、18号なしでも完全体として再生したことに加え、瞬間移動までも得得した。復活直後にトランクスの体を貫いて殺害し、これに激行して特攻を仕掛けたベジータを一撃で弾き飛ばして飛行波で追撃し、 彼をかばったサトルハンは左腕を負傷。サトルハンたちを地球ごと消滅させようと力を凝縮させ太陽系を破壊するほどの強力なカメハメハを放つ。右手だけでカメハメハを放つサトルハンと壮絶なカメハメハの打ち合いを展開。最初は押していたがベジータに横から気候波を打ち込まれて注意をそらし、直後にあの世からの悟空の一括を受けて力を一気に 爆発させたサトルハンの攻撃によって完全に消滅する。本編の歴史にやってきたトランクスの歴史で誕生したセルは別の歴史のセル同様に過去の世界に移動するためタイムマシンを奪おうとトランクスの前に現れたが大幅なパーアップを遂げたトランクスには手も足も出ず完全に消滅させられた。アニメでは戦う前に17号と18号を殺したことを トランクスから告げられ、この時代で完全体になれなくなったことに怒りを見せていた。本編の歴史では、ドクター・ゲロの研究室にて成長中だったセルをクリリンとトランクスが設備もろとも完全に破壊したため、時間が経過してもセルが誕生することはなくなっている。セルゲーム後のあの世一部道会編では、エンマ大王から地獄行きの判決を下され、驚いた様子のまま、 床から地獄へ落とされた。地獄においては、コルド大王とフリーザ、ギニュー特戦隊と共に地獄で暴れ、征服を行う。この際、地獄の鬼に対し、力属でボスと認めさせようとし、自身を様付けで呼ばせようとするなどの行動も見せている。悟空を倒そうと襲いかかるが、その隙を突かれて、パイ空ンにわずか2発であっさりと倒される。その後、 フリーザ一味と共に投獄された。魔人ブー編では、地獄から境洋深海での悟空たちとブーの戦いを、フリーザ軍やドクターゲロたちと共に観戦する。フリーザとは、対照的にブーの戦いぶりに感心していた。あの世の地獄とこの世が混ざった際、他の悪人たちとは異なりこの世に行くことはなく、地獄ではドラゴンボール Z で共に悪の強敵だったフリーザと共に現れ、 悟空を襲撃する。フリーザと同様に生前よりパワーアップを果たしたと語っており、二人同時で悟空に戦いを挑むが、すでに悟空の敵ではなく、超サイヤ人に変身することもなく、子供の姿のままで完全に遊ばれる。これに対してセルは尻尾で悟空を吸収しようとするが、すぐに脱出される。その後、フリーザとの合体儀、ヘルズバスターで悟空を、 地獄の底に叩き落とし、吹雪を噴射する装置を用いて氷付けにしようと、モクロムが死んでいるものではないと聞かないため生きているものは氷付けにできず、逆に装置を利用されて、自分たちが氷付けにされバラバラに砕かれて破れた。悟空からは、死んでも悪さするなんて本当に悪い奴らとある、主の関心を示された。敗北後は、フリーザと縛り付けられた状態で牢屋に入れられ、 鬼たちに運ばれていった。なお、ドクター・ゲロからは、本来17号はセルを上回る凄まじいパワーを持っていたと語られていた。二代目エンディングにも一瞬だけ登場。セルには三つの形態があり、形態変化して完全体へ進化する。一人称は、私もしくは、俺。細胞を採取した戦闘の達人たちの技を使う。原作で、 名前がついている技はカメハメハ、太陽拳、瞬間移動のみ。上記の技以外にも、正式名称は不明だが、Z-143 第話でピッコロを吸収している。最中に割り込んできた軍隊を一周するために目から、光線を発射している。ゲームでの初登場は、ドラゴンボール GE、列戦人造人間。最終ボスとして登場するものの、当時原作ではセルが、 第2形態までしか登場していなかったため、ピッコロとの一騎打ちは、数ターンの経過で終了し、エンディングとなる。エンディングでは、不敵に笑う第2形態のカットが挿入される。同じく、ファミリーコンピュータソフト、ドラゴンボール Z 激闘電化一部同会では、天下一部同会終了後に隠しボスとして登場。完全体に変身して、プレイヤーに挑戦する。格闘ゲームでは、 スーパーファミコンソフトドラゴンボール Z 超武藤伝にて第一形態がセル完全体がピーセル名義で登場。続編の超武藤伝2では完全体のみが登場。また同時期に発売、稼働した格闘ゲーム作品の多くでは完全体のセルが最終ボス的存在になっている。ゲームマイク攻撃では 使用されているグラフィックの関係上すべて完全体の姿となっているが、17号と18号を吸収して完全体となる設定になっており、セルのイフストーリーでは世界征服に協力するよう命令したゲロ、セルゲームでの極親子、セルジュニアたちのエネルギーで復活したブーとバビディも倒し、地球を破壊して強者を求め宇宙へ旅立つ。ゲーム、マイク列船における、 セルのイフストーリーでは、タイムマシンで、未来世界にあるゲロの研究室地下にあるセル、製造装置の破壊を阻止して、この時代の私が死んでも私が消えるわけではないが、自分が殺されるのは、いい気分ではないと苦い顔で述べたり、タイムマシンで、未来世界の自分自身と戦ったり、悟空に勝利して、地球を破壊した後、ダーブラやバビディの魔術で一時的に復活したフリーザと、戦い。 そのエネルギーで復活したブーを洗脳が溶けたフリーザと協力して倒し、次の強敵が現れるまで眠りについたりしている。プレイステーション2ソフトドラゴンボール Z では18号ではなく誤ってクリリンを吸収し、セルジュニアに告示した携帯、通称セルリンが登場。戦闘力は第2携帯どころか第1携帯にすら劣るようになってしまう。 そのストーリー中のみ、操作キャラクターとなる。これは、セルゲーム開催までのセルの夢の中の、アナザーストーリーである。ゲーム、スパーキング、でのオリジナルストーリー、ま、究極の人造人間編では、Z 戦士を倒した後、17号が、ドクターゲロとドクターミュウが作り上げた新17号と、合体した超17号と戦うことになる。この戦いでは、セルも、 超17号もお互いにののしり合う。3作目となる、スパーキング、メテオでは変身の際、フィールド上のどこかにいる17号及び18号を発見した後、殴りつけて吸収する演出となっている。オンラインゲーム、ドラゴンボールオンラインでは、ボスキャラクターとして、セル X が登場する。見た目は上半身が完全体のセルに近い姿で、 下半身が雲のような四本足になっている。それとは別に、第一形態のセルが雲のような四本足になった、ザコ的毛利、黄緑色と紫色の2種類が存在する。アーケードゲーム、ドラゴンボール Z にスーパーバトルでは悟空でクリアすると、セルゲームで、悟空に破れて、千豆を与えられ、エンディングで描かれた七年後では、和解した孫一家、ベジータ親子、サタン親子、 ピッコロ、クリリン、カメ千人、16号、17号、18号、ゲロと一緒に記念写真に写っている。ゲーム、ドラゴンボール全開バトルでは、完全体の姿で参戦。格闘性能、必殺技ともに高性能となっているが、通常攻撃を何度か空振りしたり、必殺技のパーフェクトコンビネーションを空振りすると、パワー変調型の蓄子用を、状態へと変貌。 この状態は、単発あたりの攻撃力が上がる以外、あらゆる性能が弱体化するデメリットを持ち、第二形態の自爆に変化して攻撃する必殺技の自爆発動が使用できる。ドラゴンボールフュージョンズでは、フリーザと共に、時空一部同会決勝戦の相手チームとして登場。また、セルとフリーザが EX フュージョンで合体したセルーザがラストバトルの相手として登場する。 ゲーム、ゼノバースでは、邪悪な気で強化された存在として、一向の前に立ちふさがる。またトランクスが戻った、未来世界では、未来世界の17号と18号を吸収して、完全体となり、サトルハンたちと別れて帰還した、直後のトランクスを襲うが、事態を知り駆けつけた、主人公の助力により撃破され歴史改変は、阻止されている。 主人公を鍛える師匠としても登場しており、自分が戦いたくなるような戦士として育てる、ゲームを行う。人造人間編のボスに位置づけられているセルだが、当初は19号、20号、次に17号、18号がボスとして設定されていた。しかしいずれも、元担当編集者の鳥、島和彦によって段階的に批判され、最終的にセルを登場させることとなった。 しかしそのセルですら予定通りとはいかず、当初は変身させる予定もなかったが、担当編集者の近藤博士に、格好悪いですよ。もちろん変身しますよね、と、デザインの変更を指示され、仕方なく変身させたところ今度は、バカみたいじゃないですか。早く完全体にしましょうとデザインを酷評されたため、完全体は、近藤好みのかっこよいデザインにしたという。 近藤によると敵を大きくしないことが鳥島の担当時代からの大前提であり、敵がミニキーと悟空が勝つと思われて予定調和になってしまうため、艦全体だけは唯一鳥山にキャラ造形を一見したと語っている。鳥山明自身は艦全体のようなデザインは好みではなく第二形態の方を気に入っており、もっと活躍させる予定だと語っていた。鳥山明は 一番好きな人造人間はという質問にセルの第二形態と答えており、ドラゴンボール大全集は第二形態が表紙を飾っている。鳥山は第一形態のセルも結構気に入っているというが、後に口が表現しにくくてやりにくかったし、あんまりかっこよくないなぁとは思ってましたと語っている。セルの体にある無数の反転は絵的に寂しいという理由で、 鳥山がつけたが、毎回毎回サインペンで描くのが面倒臭かったという。これは、アニメスタッフも同じで、当時は CG 処理はなく、セル画で制作していたため、セルが登場するすべての原画と動画に反転を一つ、一つ描かなければならず、さらに反転に影もつけていたため、その苦労は、並大抵ではなかったという。また、アニメ、Z で、セルが登場するにあたって、 原作ではまだ色が不明だったために、鳥山明がセル第一形態及び、妖体と卵の彩色見本をアニメ用に用意した。後に、鳥山はセルの配色について自分の中で決まらないうちに出してしまったと語っている。セルの声を務めた若本のりおは独特のうなり声でそれぞれの形態を演じ分けた。Z では落ち着いた口調だったが、回やゲームでは規制を上げたり、 感情の激しさを強調したりと、若元の演技が取り入れられたことで、それぞれの携帯の声の使い分けがより明確となっている。若元はスマートな完全体が、かっこよくて気に入っている、気持ちよく演じられるという。一方、第一形態は、ドロドロした声。で、戦闘シーンは、ドロドロした声で貼らなきゃいけない。それがしんどいとコメントしていた。 アニメやゲームでの描写では上述のようにフリーザと共に登場することが多い。勝ち誇るフリーザに皮肉を言ったりするなど、掛け合いじみたものもある。ゲーム作品ではフリーザに操作方法を教えて、もらったり、口真似をしたり、劇場版第18作ドラゴンボール Z 神と神の宣伝スポットでは自分を差し置いて映画に登場することを自慢していたフリーザに生きるが、お前、 声の出演はないらしいぞと指摘していた。孫悟空役の野沢雅子は2018年のインタビューで嫌いなキャラクターとして、強いて言えば、セルと挙げており、理由はわがままだし、自分の生きたいように生きているからと述べている。ありがとうございます。